はい、皆さんこんにちは、アクアレノンです。今日もね、アクアレノリウムのお時間がやってまいりました。今回はですね、前回新魚を購入しましたっていう動画でアップしてるんですけど、ブルータイガーパロットワイヤーちゃんのね、3日目の様子の動画なんですけれども、もうね、3日目にしてちょっとね、動きが出てまいりました。ちょっとオープニングでね、こうやって書いてあるんですけど、もしかしたらカップル成立みたいな感じになってきたんですよね。ちょっと展開が早くて私も驚いてるんですけれども、ちょっとね、これ私の思惑通りなのかみたいな展開になってるんですよ。ちょっとね、その様子動画で撮ってますんで、この後の動画で喋っていきたいと思います。では動画の方をご覧ください。はい、ということで今回ブルータイガーパロットの3日目の様子の動画なんですけれども、こうやってね、もうかなり元気に餌食べてます。初日からね、餌食べてたんで、もう3日目なんで、もうさらに餌食いつき、もうめちゃくちゃいいですね。もうめっちゃ可愛いですね。そして、このブルータイガーパロットちゃん。柄もね、なんかかっこいいし、でも顔はもうパロットワイヤーなんで、可愛いですし、やっぱいい魚ですね。で、ちょっとね、前回の動画を見てくれた方は、お気づきの方もいると思うんですけど、わかりますかね？今、何匹いると思いますか？この中。前回ね、7匹投入したんですよ。60センチのね、こっちの60センチレギュラー規格の水槽の方に7匹。わかりますかね？ 7 匹ですかね？実はですね、今ね、9匹います、この中に。何が起こったかといえば、3匹入れた方の洗面所のね、小さい方の一体型のことぶきの一体型オールインワン水槽の方に入れた方の3匹のうち2匹をこっちに移したわけです。で、なんで移したかというと、それがね、オープニングにヒントがあるんですけども、ちょっとね、次の動画でそれを話したいと思います。ちょっと訳があって2匹こっちに移動させました。で、もともとパロットファイヤーって可愛い顔してるんですけど、やっぱり元のね、改良品種で元の魚がめっちゃ気が荒い魚なので、やっぱパロットファイヤーもね、こんな体型とね、こんな可愛い顔をしてながらも、やっぱり性格がね、やっぱり凶暴だなっていうのもね、今回でまたさらに気づかされましたね。今回の一件で。その一件の話がね、次の動画で話すんですけどもね、そのぐらいやっぱり、パロットファイヤーって可愛いけど、やっぱり気も強いなと。で、元気だしね。いろんな面を見せてくれるんでね。いい魚ですね。はい。ということで、先ほどね、60センチ水槽のブルータイガーパロットファイヤーちゃんの動画、お見せしましたけれども、その中でね、2匹ね、このことぶきのオールインワン水槽にいたブルータイガーを移したという話をしたんですけれども、その移した理由がこの動画なんですね。お分かりでしょうか？勘の鋭い視聴者の方はもうお分かりだと思うんですけれども、一応説明しときますね。この2匹がね、ぶっちゃけカップルになったんじゃないかみたいなことなんですよ。まだね、わからないんですけど、実は、ここに3匹入れてたじゃないですか。前回の動画で映してるんですけど、ブルータイガーパロットをね、入れてたんですけど、そのうちの2匹が、めちゃくちゃこのプラチナパロットファイヤーちゃんにいじめられたんですよね。一回りぐらいちょっとこのプラチナパロットの方が大きいので、それもあるんですけど、結構ないじめられ方されて、ヒレとかちょっと避けちゃったりしてたんで、でも逃げ回って奥の方でね、こうじっとしてたんで、2匹とも。これはまずいってことで、移したんですけど、60センチの方にね。なぜかね、この残りの1匹の、このブルータイガーちゃん、今いる。このブルータイガーちゃんには全然攻撃しないんですよ。で、今もこうやって2匹で仲良くやっていると。これがね、もう、証明じゃないかなと思ってるんですけど、いちいち説明することでもないと思うんですけど、カップルになると、ペアになると、他の魚をね、排除しようとするんですよ。
魚って。人間もそうかもしれないですけどね、まあ、人間は社会生活があるんでそういうことしないと思うんですけど、なるべくやっぱカップルになったら二人っきりでいたいじゃないですか。だから他の魚がいると二人っきりになれないんで、やっぱ邪魔なんですよね。なので残りの2匹をプラチナパロットちゃんが必要に攻撃してたのかなということなんですね。でこうやって見てお分かりのようにめっちゃ仲良く土管の中入ってるじゃないですか、2匹で。もうこんなの絶対ありえないか、ありえないんですよ、あのいじめ方を見たら、まあ、昨日なんですけどめっちゃいじめてたの。だから本来なら、本来ならですよ、2匹だけじゃなくてこの残ったブルータイガーも一回り小さいじゃないですか、このプラチナパロットより。だからこの残った方もやられてるはずなんですよ、本来ならね。ただ恋愛は盲目ですから、そういうことなんですよ。そう、この2匹ね、ちょっとペアになったんじゃないかなというのが私の見立てなんですね。まあちょっとね、これ本当これからどうなるかわかんないんですけど、すごく楽しみにしております。てな感じで今回はブルータイガーパロットとプラチナタイガーパロットファイヤーがカップルになったかもしれないよ動画の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。日本初のブルータイガープラチナパロットファイヤー生まれるかもよ。